さあ10月の後半からですねこのコーナーに登場していただきましたドキュメンタリー映画「犬と猫と人間と2動物たちの大震災」の監督宍戸大輔さんのシリーズ今日が最終回となります宍戸、はい、さんは現在宮城県名取市にお住まいで映画の編集や打ち合わせと合わせてこの収録に東京に来ていただいているんですがそれもバスで来ていただいているんですよね。はい ありがとうございます高速バスでしそんな宍し戸しさんの今回のシリーズ今日が最終回になるんですが最終回の今日はこの映画を見た方にし戸さんが感じてほしいこう思いが伝わるといいなという部分お話ししていただけますかそうですねこれは僕自身の気づきでもあったんですけどもあの被災した犬や猫や牛を。 取材をしていくうちに犬猫牛っていう種類を取ってるというよりもその犬の例えば何々ちゃんとか何々君とかそういう個性があの見えてきた時にあこれは犬や猫は牛を取ってるというよりも犬の何々猫の何々牛の何々を取っているんだっていうそ,のそれぞれの個性っていうんですかねそれが見えてきた時に。 動物にもやっぱり個性があるんだなっていうのを自分自身が気づいたんですねま、うん、そういうことにあの見ている方も同じように気づいていただけたらあのとても嬉しいなと思います、うん、そうですねこのコーナーで静岡さんにお話ししていただいた内容でも一匹一匹何々ちゃん何々ちゃんっていう一匹一匹の 物語を私たちは感じることができていてい大きくくくった犬、猫、牛、鳥、豚それが全部今までお聞きした内容と同じ物語を過ごしているかって言ったら違いますすもんねねそうです、ねうん、またそれぞれの性格も全然違うしちゃっかりしてるのもいればあのすぐ怒るのもいれば、うん、あのいつまでも怒らないで、うん、<laughs> あのご飯なんか最後に。 なってしまうようなのもいるし、うん、本当に人間と人間で言えばあれはあの子だあれはあの子だっていうのが言えるなっていうのが、うん、本当それぞれの個性だなって思いますね、うん、ね、そういったところもしっかりと伝わるといいですねはいうん。しとさんは今現在もまだあのギリギリまで編集や取材を続けていらっしゃるということですがはいそうです 今あの震災から1年以上経った今もまだ家族と会えないまたは家族と一緒に暮らすことができなくて施設やシェルターなどで保護されている動物たちというのはたくさんいるわけですよねそうですねたくさんいますうそういった子たちは今後どうなると思いますかどうううなっていくんんでしょ カメラを、ね、回しながら個々の個性をこう見てきたシード監督としてはどうなってほしいいと思いますかやっぱり新しい家族安心できる場所優しい人に巡り合ってほしいなとそういう場所であの暮らしていってほしいなというのをいつも感じてますね。それはあの津波の被災を受けた石巻 の動物たちも、うん、それから原発事故で今も避難している福島の犬や猫も、うん、同じく同じようにこう幸せな場所に迎えられてほしいなっていうのをいつも感じてます、うん、でもどうしても月日がたっていくとこう人の興味とか意識っていうのは薄くなってってしまうんですよねそうですねそれはあると思います。うんうん、でも この映画をきっかけに意識が薄くならないようにまたもしかして薄くなってしまった人の気持ちも呼び覚ますようなそんなきっかけの一つになるといいですね。もう本当にに最初のきっかけにしてもららえたたありがたいです、うんね、ではそろそろお時間になってしまいましたのでシード監督リスナーの皆さんにメッセージをお願いします。はいえっと 震災に限らずこの世の中のことを例えばドキュメンタリーっていう方法で撮る時に伝える時にやっぱり知りたくないこととか知りたくもないこととかもう世の中のことっていうのはすごいあのシビアすぎてとても見たくないっていことも多いと思うんですけどもしかしたらあの人によっては今回の動物たちの大震災も同じように受け止められてしまうかもしれないんですけどもそうしたそのシビアな深刻な事態っていうのは あの引き起こしたのは人間なんですよね人間が起こしていることをそれをよりよくしていこう変えていこうとするのも人間だったんだなっていうのを今回のその変えていこうとする人たちの思いとかそこの中で一緒に生きている人と動物の姿とかそういう姿を見て何かを感じてもらえたらありがたいなと思います。はいいありがとうございました 去年2011年3月11日の東日本大震災そして原発事故以降の被災地で動物と人々が過ごした日々を見つめたドキュメンタリー映画「犬と猫と人間とー動物たちの大震災」の監督宍戸大輔さんにお話ししていただきました。 この映画は来年の春全国各地で劇場公開も予定していますのでねまたスケジュールなどが決まりましたらぜひこのコーナーでも紹介してくださいはいありがとうございます公開楽しみにしていますありがとうございましたどうもありがとうございました